8頭若葉ステークスです。スタートを切りました。揃ったスタートです。三輪早紀でもいいスタートを切りました。正面スタンド前ぎっしりのお客さんの前での8頭の先行争いは予想通りセントミサイルは行くのか。タモギはそれほど無理に行こうとはしません。セントミサイルしかし顔を覗かしています。そしてシュワリーウィンの赤い帽子、外目から5番のダイナミックバード柴田はやや抑え加減、真ん中から誉れを感的場がスーッと2番手にかわして上がっていきました。三輪早紀では外目外目中段に行こうという構えか。岡部幸男です。1コーナーカーブです。ほとんど8頭が1段です。先頭が2番のセントミサイルタモギ、そして2番手ですがじりじりと上がっていこうとするのか、それとも抑えようとしているのか。3番のシュワリーウィン小屋内、外目から並んでいく4番の誉れ王冠的場です。そしてその後ろ三輪早紀では4番手、先頭からは3馬身から4馬身のうち一里にあります。三輪早紀で岡部幸男は現在4番手、その後ろにグリーンの帽子ケントニー王と海老名正義、内に1番のガレオン、そして後方の2頭は5番のダイナミックバード、7番のグロリークロス、未来は最後方から攻めています。しかし先頭から後方まで8頭がぎっしりです。まもなく向こう上面 1000m 標識かかりますが1分ちょうどというようなペース、ほとんど平均ペースで進んでいます。向こう上面中間点を過ぎていく各馬8頭です。さあ先頭はまだセントミサイルだが、外目からじりじりと4番の誉れ王冠が並びかけていった。そして三輪早紀では現在3番手、三輪早紀でのピンクの帽子は3番手。さあ外目からじりじりと上がる構えか。まだ動かない岡部、しかし2番手に詰め寄っていった。むしろ4番の誉れ王冠が下がって三輪早紀では2番手に上がっていく。まだセントミサイルがペースを作る。三輪早紀で2番手で 600m 標識を通過する。 3,4 コーナー中間地点、後ろの方からオレンジの帽子グロリークロスと未来が最後方から上がってくるぞ。グロリークロスが上がってくる。末足が怖いグロリークロス。さあしかし三輪早紀でピンクの帽子がそろそろ顔を覗かせる。 400m 標識を通過して最後の直線です。さあまだしかしセントミサイルタモギが粘る。セントミサイルが粘る。さあ三輪早紀でが馬体を並べて先頭に立ったぞ。三輪早紀であと 200m あるぞ。三輪早紀で抜けた。岡部と三輪早紀で抜けた。2番手はケントニー王が並んでくる。ちょっと伸び足がないぞグロリークロスは3番手。さあ残り100、三輪早紀で突き放す突き放す。やっぱり強い三輪早紀で。